心配してないよ、心配してなかったわけよ、うん、全然、うんうん、ピンホールはね、うんうん、だけどクラックだとさ、うん、2センチでも3センチでもそうなんだけど、うんうん、温度上がった時は、うん、クラックの幅が縮まるわけよ、うん、で温度冷えると、うん、幅がクラックのさ亀裂の隙間は広がるわけよ、うん、で常に昼でも夜でもさ、うん、その温度で、うん、クラックの幅は縮まったり開いたりするわけよ、うん、だからピンホールの修理よりはがっちりやっとかないと、うん、そのクラックの息するやつがさ、うん、ついていけないわけよ、うん、息に対して、うん、で橋さんだけではもちろん持つ可能性は十分あってそうやってるんだけどさ、うん、ダイカストのなんだっけエンジンのエンジンカバーだとかさ、うん、そうやってたじゃん、うん、でもあれも息してんだよね、うん、でも橋さんがそれについていくからさ、うん、いいんだけど今度の場合はやっぱりより確実にやっといた方がいいじゃない、うん、それで橋さん塗った後に、うん、FRP でさ、うん、これこのパターンを強化しとく。橋さんで盛るぐらいのことは、うん、なんかついてるねぐらいで済んじゃうわけだ、うん、それで白と黒 の、うん、着色剤も持ってきました、うんうん、だからこういう目立った色じゃなくて、うん、この色がさ、うん、グレーになれば分かりづらいでしょ。そうそうそう、橋さんの色は分かりづらいもんね、グレーだから、うん、でその上に、うん、もうちょっと黒っぽいさ、うん、この前タンクの中 の、うん、防静錆止めやった時に、うん、中の色は確認して大体分かってるから、うん、だから白黒ベンガラ、うん、ブラウン、うん、で3色持ってきた、うん、で、うん、色をつけると、うん、ほとんどスチールの、うん、錆びたような色は出せるんです、うん、だから端さん塗ったよりは分かりづらくなるよ、はい、じゃあまず作業的にはクラックが入った周辺をどのくらい削ればいいの。それはクラックの幅にもよるけど、うん、ヤスリも持ってきました。まあサンダーでいいでしょ。サンダーで、うん、サンダーでもいいし、うん、だから幅5センチぐらい、両脇 2.5、3センチぐらい、うん、5センチぐらいビーって、うん、やれば十分で、そのサビのところもさ、うん、このクロスで覆っちゃえば、うん、分かんなくなっちゃう。分かった、うん、で昨日も言った通り10キロかける水圧 の、 パイプだとか水圧はこれガラステープをさ、これがガラステープ見たことある、これガラステープ、うん、これは、うんうん、クロスじゃなくて、うん、ガラステープ、うん、ガラステープを4プライ5プライぐらいすると7掛けぐらいの耐圧、うん、施工できるんだよね。うん、だからもっと巻いちゃえば、うん、同等以上のさ、うん、耐圧 の、 補修施工できる、うん、でちょっと待ってね、それで中にもっと強力にするんだったら中にこのこれ真鍮、うん、入れられるんであればガラステープの間に挟めば強くなる、うん、まず気孔の面を削るでしょ。下だから削って、うん、一番最初は削る、次は何するの。もう八三塗っちゃう。削って八三塗る、うん、削る、うん、で八三を塗る、うん、はい、それでガラステープを、うん、3プライテープを3層するってこと。うん、3枚3枚、うん、3層重ねる、うん、
でスーパーポリクロスってこの柔らかいやつ、うん、スーパーポリクロスを最後に1枚、うん、で使う材料はどんぐりコロコロ、ね、83を使ってからどんぐりコロコロっていうのは、うん、1508、そう1508を、うん、その上からまた塗るわけ、そう、うん、FRP で積層していくと、うんうん、で、そのどんぐりコロコロは着色する、うん、これを着色すると、うんうん、で、はい、どんぐりコロコロをそのサビ色みたいな、うん、グレーの濃いやつ、うん、白と黒、実際ねグレーって言ってタンクの中はね、うん、サビ色茶っぽいんだよね、うん、だったら白とグレーと、うん、あとブラウン、うん、混ぜて、うんうん、何瞑想色、うんうん、一応そういう、うん、焦げ茶色みたいな形、うん、はい、の色を調色していく。じゃあ始めますか、うん、で真鍮入れれば強くなるけど、うん、入れるかどうかっていうのは僕はまあ実際には迷ってるところ、うん、ほら悪さするじゃん、そう、うん、だから真鍮入れずに、うん、この工法で今のこれと、うん、スーパークロスとこれでしょ、そうスーパーポリクロス、うん、でそのスーパーポリクロスさ、そのこのハサミで切って、うん、では折り曲げて一度ちょっと様子見て、これさ見た目より柔らかくねえんだよね、うん、いや見た目柔らかい、見た目も柔らかいよ、こうやってやったってピッて戻るわね普通の、うん、これは、うん、ああそういう意味でね、うん、でハサミで切ってさ、うん、一度そのスーパーポリクロスだけ、うん、に塗ってきたやつがあるからさ、うん、なんでスーパーポリクロスって言ってるかっていうと、うん、そういうまだいじったことないでしょ、うん、こう切ってこれさ、うん、切ってこの辺ちょっと切ってさ、うん、見てみて、この辺でいい、うん、その端の方でもいいさ、うん、こんなんでいい、うんうん、横の断面図を見るってこと、うん、で柔らかさ見て、ね、うんうん、エポクシさパリッと割れるんだけどさ、うん、ついてくるんだよ、うん、ああなるほど、うん、でもっと如実に物語ってるのさ、これ結構皆さんに来て見せてるんだけど、こっち側さこのぐらいの幅でさ、うん、切ってみて、うん、それやったことないでしょ、やったことない、うん、手切らないでね、うん、硬いよ、うん、その幅でさ10ミリ、10ミリ、10センチぐらいさずっと切ってってみて、うん、よっ、うん、ちっちゃ い, いよあれじゃなくて、あ、染み込んでるじゃんこれ、それはね、でそれが壊れないのよ、うん、壊れないっていうのは切ってもこれが、いや、それを半分にぐにゃっと曲げて、これを、うん、だから10センチぐらい長さ切ってっつった、あ、うん、ずっと切って10センチだ、こんなぐらいか、逆だ、うん、現場じゃねえからさ散らかるから、クロスでいくんだよね、うん、まあ鉄板とは違うけどさ、うん、それグニャッと曲げてみて、こう、うん、そうこうね、うん、そうそうそう、お、鉄板がさ、鉄板の上に乗ってるとしてもさ、うん、剥げねえね、おう、弾力があるって、そういうこと、うん、だから、それドレンパンってさ、うん、鉄板の修理に補強で使ったんだけど、うん、これでやるとさ、うん、いろんなパターンにさ、うん、補強材になるわけ、ガラスクロスだとこれ割れるちゃうんだよ、パリッと、
このガラステープだと硬いから、っていうことは、うん、逆に、うん、車なんかだって断熱効果を上げるときは、うん、鉄板にこれ塗ってスーパークロス入れて、うん、で発泡スチロールをこう塗ってしまえば、うん、そう、もちろん断熱材で強化もできる。だからそれはさ、今こっち側に曲げたでしょ、うん、反対側に曲げてパリでしょ、うん、だから両方塗ればさもうどうしようもなく強くなるわけよ、うん、あ、なるほど、これがね、これがね、あ、だって片側だけ曲げてもさ、うん、そんだけ強いんだから、うん、両方使えばさ、うん、中身発泡スチロールだけど、うん、別枠のもんができるでしょ。だからガラスクロスは強度を上げるため、うんうん、でスーパーポリクロスはさらにこれそれの補強、だから今回のテーマのやつは、三重に、ガード CO2 魂胆なわけ、うん、普通だったら83塗るだけでしょ、うん、83塗るだけでせいぜいでしょ、うんうんうん、だけど息するから、で耐圧でしょ、うん、でガラステープの3枚か4枚で強度を上げて、うん、でスーパーポリクロスで、うん、さらにそのガードをしようと、うん、っていう構想なんですけど、いかがでしょうか、うん、OK でしょうか、OK、です。チャレンジしてみる価値あるでしょ、うん、それだったら、で溶接しないからサビも心配ないし防水効果もあるし。1508を塗って、うん、いい1個聞いていいかなんですよ、はい、これをこうやると、うん、くっつくん、だからつきますよもちろん。でもこの部分がほら結構熱出すがね、1508だって、うん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 、溶けちゃうとか、こっちがないないない、そのぐらいの厚みだったら全然ない。あ、そうなんだ、うん、だってそれ3粒ぐらいまで染み込んでるでしょ、うんうんうん、だからそれさ今割れた面こう返してみればさ、うんうん、色つけてるから染み込んでる具合わかるけど、うん、3粒ぐらい中入ってるでしょ、うんうん、だから中それ溶剤で溶かせば三つ葉の巣ハニカムみたいな、これとさ、うん、今言ったこういうふうに、うん、まあ、両方積層工事された場合だよ、うん、ものすごい強度が起きるわけだよね。ある程度なるよね、うんうんうん、まあ、どのくらいするんだか俺なんか分かんないけど、これが相当するってこと？値段、うん、値段安いよ、へ、うん、それを作らせてんだよ、あれがその販売元が特注品なの、 300m 巻きだって、うん、ほらガラスはほらガラス の繊維が飛ぶでしょ、で吸い込んだら出てこないじゃんガラス、これ軽いし、うん、なんかまた悪だくみに悪知恵があれかね、働くかね、ヨットでさ、うん、これだけの厚みをこうやるだけで縁、うん、構造にもなるし、あ、そうだよ、もちろん、ね、こっち側にグラスがあったらするでしょ、うん、そしたらこれが全部巻いとけばさ、うん、ここですごいまた強度ができて、あ、なるよね、ぶつかった時でも、うんうん、表面の FRP は、うん、言われても、うん、内装にこれがあったら、うん、あ、そうだよ、そうそう、うんうん、平気だって話になっちゃう、うん、平気だよ、だからほら去年の夏、うん、鈴鹿で N1 どの子のって騒いでたじゃない、うんうん、でボディさ、うん、ぶつかって損傷しても、うん、FRP だったらさ、うん、壊れて FRP 再生するの大変でしょ、うん、でもこれだったらボコッとへこんだらさ、うん、ほら白パテ、うん、と一緒にまた塗りたくれば、うん、事故を起こしても改造回収簡単にできちゃう、うん、で材料発泡してるじゃん、値段安いじゃん、ね、僕らが考えたんじゃないけどね、ここの先生考えたんだけどね、うん、船の理屈からするとすげえ理想的な、まあね、染み込まないしね、うん、で縁構造ってのがすごいよ、うん、これでやったら水が染み込んでいかないしね、うん、
さて、じゃあ作業しますか。はい、一応そういう段取りです。はい、了解です。はい。